M141 扁平号破壊弾、あるいはスマウ D は走行化された建造物を破壊するために設計された単発、片打ち式の兵器である。アメリカ海兵隊の片打ち式多目的強襲兵器を改良し、アメリカ陸軍において、それまで不足していたバンカーバスターとして用いるために設計された。2種類の候補がアメリカ陸軍の BDM プログラムのために評価された。 すなわち、マクドネルダグラスによって設計されたアメリカ海兵隊のスマウと同じ弾頭を持つが、ロケットモーターにより噴射時間が短い方と、スウェーデン海海部医者によってアライアントテックシステムズのために開発された AT4 の対戦車弾頭を代替するアメリカ海兵隊のスマウの両用弾頭を使用した方である。また、FFV は AT4 のこのバージョンを FFVAT-8 と名付けた。1996年、マクドネルダ・ダグラスの候補が選ばれた。アメリカ陸軍は最初に1500発のスマウ D を調達したが、前線の部隊からの要求により後に4500発を追加調達した。スマウ D は1999年にアメリカ陸軍に配備された。国防権限法の評議員は1994年の 財政についてアメリカ陸軍の BDM とアメリカ海兵隊のスローが別々に長期のプロジェクトとして実施するには類似しすぎていることや陸軍が暫定的に BDM プログラムを続行すべきだということに同意した。議会は BDM の調達を6000発に制限した。アメリカ陸軍のレンジャーがトラボラ作戦においてアフガニスタンのタリバン及びアルカイラに M141 を発射する様子が CNN によって報道された。武器の後部からガスをバックブラストとして噴出し、発射時の反動を打ち消すという点で、スマウ D は無反動砲の作動原理を持つ。この設計のすべての武器がそうであるように、スマウ D は市街地での使用に危険が伴う。M141 は長さ 810mm の運搬モードと、 長さ 1400mm の発射モードの2つの状態に変形することができる。弾頭はオータム・ウィンターと同じ対人、対装甲量用榴弾を用い、石像、コンクリート作りのエンペ号及び軽装甲車両に対して効果的である。発射体は最高で 200mm のコンクリート、300mm の電が2 1ルの土納を貫通することができる。 弾頭はその先端についている。クラッシュスイッチで飛走行及び走行目標に合わせて用途を切り替えることができる。土納のような飛走行目標においては、発射体が命中してから爆発するまでに時間が置かれ、破壊力を増している。走行目標においては、直撃補足座に爆発する。M141 の使用国を青で示した地図。 ジェーンズ・インファントリー・ウェポン S1995-96 ページ 221designation-systems.net 発射後、発射体がアーチ型を描いて目標に命中するのを発射機構部の熱を発生させている排気ノズルによって見ることができる。M141 の発射体は後部に赤い栄光剤を搭載しているように見える。 ありがとうございます。